松平直政は、江戸時代前期の大名。かず国安根ヶ崎藩主、越前国王の藩主、品の国松本藩主を経て、出雲国松江藩主大藩主。下には、十四以上、左子の江賢少将、増寿三味。直政家越前松平家宗家初代。慶長6年8月5日、越前北の小藩主、結城秀康の三男として誕生。 大見国医家群中河内で生まれたため、河内丸と名付けられた。慶長十年、家臣の朝日重政に預けられて養育され、慶長十二年に父、秀康が病死すると、その後を継いだ、イボアに、忠直の庇護を受ける。慶長十六年四月十七日には、忠直の計らいにより、京都二条城で、祖父、徳川家康に越見した。後に、朝木重政と、 ただなおそれぞれの変機により、直政を名乗るようになった。慶長19年からの大阪の陣に出陣し、冬の陣では、真田信のが守る真田丸にて戦った。大阪夏の陣ではただなおに従って活躍し、ただなお軍は、敵将、真田信のをはじめとする多くの敵将兵の首を取り、大いなる戦功を挙げている。大阪の陣後、その戦功を、祖父、 家康から褒めたたえられ、家康の内外袋を与えられた。忠直も、直政の活躍を称賛し、自身の領内に一万国の所領を与えている。現那二年五月六日に、幕府から数佐姉が先藩一万国に封じられ、同年六月には、十五位下、では守るに除任されて、正式な大名となった。現那九年、兄、忠直が、乱行や、おじ、 徳川秀忠との船仲から、家徳の座から引退させられて、文語国に配慮されると、直政は、官営元年6月、越前大野藩五万国に家造違法され、同年8月6日に十四人下に少女した。官営3年8月19日、自重を兼任する。官営10年4月22日、品野松本藩七万国へ、家造違法となった。年、 松本城に、月見蔵、辰見蔵を建てて、城門の修復を行うが、これは三大将軍、徳川家光が上落の岐路に、木曽路を経て、善光寺三景の後、松本に立ち寄る予定だったためという。官営十三年には、松本に新銭座を起こして、官営通報松本線を鋳造するなど、家光のいとことして、商藩では許されない、大事業を認可されている。 また、職人の認足役を免除し、松本町の自主年貢も免除するなどした。官営15年2月11日、出雲松江藩18万6千国へ、家を違法され、国持ち大名となった。直政は、領内のキリシタンを厳しく弾圧し、これは、かつての領主、堀家や京国忠だたからを上回るほど厳しいもので、あったらしい。文3年3月日、 幕命を受けて、大沢はじめ将と共に、霊元天皇即位の歌手となり、上落した。同年5月26日、14位上に少女し、左この絵剣少将に転任した。では森行元。しかし、同年11月26日に、病となり、漢文六年2月3日、江戸判定にて病死した。去年66。家督は、長男の綱隆が継いだ。 明治40年5月10日、特使をもって異界推奨される。増寿三味。なお、1927年に松江城本丸に前原雲海による銅像、直政公、宇神像が混流されたが、1943年に金属教室で失った。2009年、島根県庁前に倉沢実による銅像、松平直政公像が再建された。 ありがとうございます。